今回の検証は、見た目は子供、中身は大人ではなく最強、つまり某漫画キャラの性能だったらワールドカップ優勝できるのか。ちなみに某キャラは小学1年生。小学1年生の平均身長は119センチ、体重は19キロということだが、再現不可だったため155センチ、30キロという小学生クラスにした最強コナン。決して某キャラではないことを強調しておこう。まずは初戦のドイツ戦、8分、右サイドでボールをキープ。屈強なドイツ2人相手にも引けを取らないチート性能を見せる。35分、スローインを華麗にアウトサイドトラップ、クロスにダイレクトで合わせる棒キャラっぷりを見せるが、ここは枠外。44分、ここまで圧倒的な支配を見せるキッズチームだったが、ドイツが一瞬の隙をつく。大人をなめるなと言わんばかりのシュート。子供相手に強烈な全力シュートでドイツが先制。後半はお互い拮抗した展開で、決定機はなくそのまま試合終了。やはり子供には難しいのか。続く相手はコスタリカ。8分、序盤日本はクロスからチャンスを作ろうとするが、身長がネックとなり攻めあぐねる。44分、日本、コスタリカとも決定機がなかったが、ここでようやくシュートを放つ。51分、日本は人数をかけ下から攻める展開に。63分、勢いを増す日本、ここでついに初得点。そしてそのまま試合終了。攻め方を見出した日本、スペイン戦へ期待が膨らむ。5分、全マックス相手にボールを回すスペイン、裏へ抜け決定機も世界最小のキーパーが腕一本でセーブ。20分、スペインのフリーキック、コースは若干甘かったが、最小キーパーには酷なシュート。これが決まりスペインが先制する。35分、なんとか追いつきたい日本、強烈なミドルもデヘアの超反応でセーブ。キーパーの差を見せつけられる。72分、ワンツーでサイド突破、驚異的なスピードで追いつき、いいクロスのバーを叩く。88分、このまま終わるかと思われたが、ミドルがポストキーパーと弾かれゴールへ吸い込まれる。しかし反撃もここまで。ドイツが勝利し予選敗退となる。ということで、見た目は子供、中身は最強でワールドカップに挑んだ結果、キーパーは大人がやろうでした。